どうも、パフォーマンストレーナーの園助です。今回はですね、川西くんですね、匠くんから見たいと思います。川西、これむず、あれですよね、韓国語時々見ると川って見るとね、川尻蓮くんなのかなと思っちゃったけど。さあ、行きましょうか。相変わらずですね、この6月、すごい気候変動で、もう花から全部やられてますけども。言いたいと思います。匠くん、どこ出てもダイナミック、もうとにかくパフォーマンスぶちかま、うわー、ゾーン入ってるね。鶴房くん、入ってるね。昔からこんな感じだったかな、本当に。なんか、おーい、いい感じですね、力だけで。なんかすげえドライブかかってますよね、ほんと最近ね。おい、一発目っすよ。うぅ。佐藤くんのビジュがちょっとさ、なんかちょっとすごい路線に行ってません？ なんか 女の子かと思っちゃうぐらいの。あらら、チケム。結構ソフトなんですよね、踊りもね、ここら辺がね。ええ、このさ、レシーバーの、このレシーバーあるじゃないですか、これ。多分2つつけてる、これ、これ、うん、このレシーバー。時々思うんですけど、これフロア入るときどうしてんのかね。今回の振りはそんななかったと思うんですけど、すごいそのフロアのスピンが多いときってどうしてんのかね。いつも忘れちゃうんですけど、こういうことがね。うん、ヒールとステップバチバチっすね。うー、さすが。でもヒールトーンっぽいけどね、もう読めないわ。まあクロスしてるだけかもしれないけど、まあでもすごくダイナミックっすよ。もうパン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 、もうこう体固定してこう弾く力っつうん、力って力なんて使ってないですけど、弾く能力。とにかく男だったらもう本当力みなしにこう弾ける力っつうのはね、本当に素晴らしいことなんですよね、僕からしたら。で、僕自身はこれ伝えておきますが、こう本当にお子さんとかね、いらっしゃる方ね、パフォーマンス良くしたかったら絶対に若い頃からウェイトトレーニングしないってこと、ほとんどの人に当てはまると思う。ウェイトトレーニングはやっぱその機能性落とすね、若い時にやると。なんでかっていうと、タイムアンダーテンションって言って、グーってこう全部筋トレっつうのを力入れたら、うーち、うーちって力逃がさない。もう基本ですよね。まあ皆さん、フィットネスクラブとかパーソナルジム行って、はい、10回でーすって言われてるや、あ、案内が、初心者の案内って言われたらもう最悪のジムだからね。まずは筋トレの基本って言ったらタイムアンダーテンション、TUT を抜かないで、しっかり筋肉に負荷がかかってるってところを意識して、曲げるときも伸ばすときも下がるときも上がるときも、ターゲットとしている筋肉が使われてるっていうのを意識して動いてください。まあこういったアナウンスが基本なんですけど、まあいいとして。ただ、それを小さい頃、いわゆる10代の前半からギャン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 やってしまうと、いわゆる効かせ方がうまくなりすぎちゃって、筋肉自由に動かせないですよね。体はすごく鍛えやすいですよ。例えば僕も中学校の頃ウェイトトレーニングで大胸筋が発達すると、それはこうみんな、女子は全然何もないですけど、男の子がね、わあ、いいなって言うけど、でも実際ね、何の価値もないですよ、本当に。だ、筋トレすればするほど体硬くなっちゃって、反射的な要素、パン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 っていう、どんどん力み強くなってくる。だ、ボディビルダーさんがこうじゃないですか。超トップビルダーさんは実際言うと、本当にいい体作れる、
世界最高のトップ10入りする体っていうのは、トップ10、トップ5は結構そういう風な能力が高い人がいるんですけど、そんなの何億人に1人の話だから。そう、だからこういう風な弾ける体っつうのは本当にウェイトトレーニングやると死んじゃうからね。ほらもう見て、もうバネでしょ、匠ちゃん。飛ぼうなんて思ってないじゃないですか。なんかボヨーンって。で、ね、足になんかもう地についたらもうピアノの鍵盤弾くぐらいの感じじゃないですか。鍵盤もそうですよね、多分ね、あの人たちこう押してないですよね。そう、押してないけど、こう弾くようにババババババって、ああいう感じですよ。もうここの、もう手首の、この前も話したよ、多分ね。手首抜けてて、肘が抜けてて、もう、それでもう体のバイブスでこうパン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 で弾くのと全く一緒ですね、体のリズム取るの。金城くん。しかしさ、この白岩くんの口はすごいよね、これ。なかなか男性で見ない、すっごく綺麗な唇してますよね。アイソレってか柔らかい。肋骨割れてんのかってぐらい。ほんと、匠くんこんなやったっけな。でもさ、わかんないですけど、絶対に確実にこう、スタッフさんじゃないけど、まあ、JO1 さんをこう、なんていうの、作っていくというか、プロデュースしていくチームは絶対にフォーカスしてますよね。でもいいと思う。なんか背中広いっすよね。息入らない。しゅうやくん、ちょっとあれだな、首ストレートネックかな。 ちょっとストレートネックっぽいよね。レンくん、これすげえな。 よくこんな衣装つけるよね。お、どうやって落ちないようにしてんだろう、これ。なんか巻いてんのかな。皆さんね、娘さんとか息子さんとかね、ダンスやらせたらわかると思うけど、結構縫い付けるじゃないですか。まあ当然ですけど、あれですよ、ネックレスとかも全部縫い付けるからね。こういうリスキーな衣装どうしてんだろうね。スムーズだね。やっぱさ、お客さんの前にいる時全然違うね。ダンスプラクティスの方がもっと体使ってるけど、こっちはどっちかというと見せてるよね。見てよっていう。すごいこう存在感を出してる感じがしてるね。あと歌ってるしね。タメがでもやっぱ強えわ、やっぱ匠くん。素晴らしい。もう読めないわ、これ。取れないわ。やっぱいいね、匠くんぐらいこう若い力強いバッチバチの細胞を見てると気持ちがいいね。かっちょええわ。ほんと柔らかいよね、弾く力が。柔らかい。今のこのキッキンポンってこう弾、どう弾いてんだろう。もう最近自分もこういう動きしないから分かんないよね。もう完全にこう上半身の力みがないからこそだね。おお、今ぼーっと見ちゃったな。見せてるね。
なんかでもいろんなダンスというか、結構いろんな訓練してきたんだろうね。こう我々が見ないその表現力というか、その自分なりのその表現っていうか、顔のゾーンの入り方とかね、もうあそこまで達せないもんね、やっぱ。踊ることに必死で。そこまで達せるっていうのはすごいことだね。こうやって目線下に行かせる、目線がこう下にこう行くのが、なんていうんですかね。こう力をこう下に通すというか、通すときにこう人間ってこのインターナルと言いますけども、こう近意的にこう動きを作るときっていうのは目線がちょっとこう下にグッと入る傾向があるんで、これってそのワールドクラスオブコーチングっていうふうに掲げた僕の持ってるその一つの資格の中でコアに特化したプログラムがあって、そのコアにプログラムのコアのプログラムに特化した時のそのコーチングっていう中で、その集中しているか集中してないかっていう見極めですよね。大体集中してない場合って、もう腹のトレーニングしてるのにこうやって目が上向いてしまったりとか、体の筋肉的なところに意識がいかないんで、大体目が飛ぶんですよね。あと首が疲れたりとか。だからへそが中心だとしたら大体ね、腹筋とかやると首が痛い。ピラティスやった時にみんな首の方が辛いって言うじゃないですか。それって背骨がそうですよね。ビキッと固まってしまって、いわゆる支点からもうこうやってかかる作用が離れてくるから、これはここが疲れるよね。力が入る、力点がね。それはそうだよね。こっから上がろうとしてるから。いわゆるネックフレクションしようとしてるわけだからね。じゃないですよね。全部、ピラティスのワークって全てこの体の中心からこういうふうに曲がってきて、いろんなやり方あると思うんですけどね、どこから意識派生させるかっていう。だからそういった面でね、やっぱこう、体の筋的にこう力が派生するとき、絶対人の目線って中に入ってくるんで、ね、通すときに。だからすごく、まっとうな体の使い方してるのかなっていうのは感じるよね。僕ね、ダンス7年ぐらいやってるけど、ここにこうやってみんな大体こう持ってくるじゃないですか。この股のとこにこうパンツのとこに、ダンサーさんって。あれも多分そうだと思うんですよね。こうちょっと下半身っていうか、ここにこう何か動き出したいのか、こういうふうに重心下げたいのか、あのアクションが出るって、あの領域って何なんだろうね。すごく不思議というか、みんなエナイプンのニキ君とかもそうだしね、結構やるし、結構ニキ君が多いかな。エナイプンのニキ君がよく見るかな。そう。あとね、僕が好きな元 e-girls の女の子とかも結構ね、今 NCT のバックダンサーやってるんですけど、彼女もね結構自分の好きなダンスを踊る時とか、ここにこうやってブーンって、ここなんですかね、股のとこにこう手持ってこうブーンってこういう動作やるので、そのなんだろうね、領域ってどっから来るんでしょうね。ほら 癖になっちゃうんだよね。でもね、そう、ちょっとこう癖になってるなっていうアーティストさんもいるけどね、見てるとね。癖だよね。なんかあれですよね、やっぱダンスプラクティスよりちょっと細かい感じがするよね。さあ、毎回同様です。毎回ですけども、また次はですね、レンク見たいと思います。